こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。どうもどうも。お座りください。ようこそ映写真館へ。はい。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。以前来てくださいましたね。そうなんですね。はい。ここまだ写真しか取り扱ってなかった時に、写真の修正でいらっしゃいましたよね。そうですそうですそうです。ありがとうございます。本当です。また来てくれたね。外国人の店長さんは、あ、親井ズー店長はですね、祖国に帰られたということで、あ、アメリカに。はい。で、僕がですね、新しい店長の親井ズでございます。よろしくお願いします。親井ズさん、よろしくお願いします。前回来てくれたということで、じゃあ、あれですかね。一応もうご存知かとは思いますが、決まりなので説明させていただきますけど、決まりなんですね。はい、当店ね、ちょっと特殊なシステムを採用しておりまして、はい、店長の方から軽く説明させていただきたいと思います。はい、ですね。前回写真でご利用いただいたということなんですけども、はい、うちの写真館はですね、お客様の持っている写真等をいいものにね、加工させていただくというサービスをしてるんですけど、はい、ただ今、動画応援キャンペーンというのね、やっておりまして、キャンペーン中なんですね。はい、まず名前は写真館なんですけど、動画サービスもね、始めまして、はい、お客様からいただいた動画をご要望通りにね、直してでお返しするというサービスでございますね。まあ、もしかしたら親井ズー店長から聞いたかもしれませんが、はい、それぞれ個性というものがありましてね、はい、いろいろなねタイプの人間を当店で取り揃えておりますので、はい、なので3人が作ったものの中から一番気に入ったものをお買い上げいただくというシステムになっております。はい、はいはいはい、助かります。で、早速なんですけども、はい、今回のご依頼もう一度確認させていただいてもよろしいですか。はい、金沢くん出るかね。はい、あのゴルフの、はい、ですよね。そうです。見えたボールが分かんなくて、すごさがいまいち分かんない。そうなんです、ね、その場にいる人はすっごい大人の分かってるから、うわすげえって言ってるんですけど、うん、マジでこっちには伝わってこないから滑ってるってことですよね。それをなんとかしたい。はい、はい、なんとかしてほしいんですよ。一度みんなであの映像の方確認してみますか。はい、元の映像の方をね。いや、すごそう、これは。えぐすぎ。そういうことですか。これで正解ですか。あれはえぐいぞ。別にこれ以上ない正解してくれたわ。伝わらないですね。そうなんですよ。やっぱりね、あの動画というのはね、その時間、素晴らしいコンテンツなんですけど、ね、はい、いかんせんこう、素人がね、素人ってすいませんね、のもったいない、非常に、はい、はい、それをね、我々プロがね、ちょっとすいません、はい、ちょっと楽屋で行ってきますね。はい、どうしたんだろう。うるせえぞお前、お母さんすがるならさ、飯食うならさ、ちょっと出てろお前、ここまで飯食うな、ボケ。社長、失礼しました。ちょっとですね、こんな時はあのね、ユーモアあるように今のも演出です。ちょっと裏見てもらえると分かる通りね、あの8000人ほどいるんですけど、ね、あんまり見えないけどな、うん、でもね、今回その中で一番ね優秀な3人をねお客様に担当させていただくということで、心強いです。はい、はい、もう任せていただければ。じゃあ早速見ていきましょうかね。はい、じゃあまず金沢さんのね、はい、制作した動画こちらでございます。はい、いや、すごそう、これは。えぐすぎ。一例ですので、はい、わかりました。はい、じゃあ続いて私、もうちょっと抑えめがいいけどな。ケイタ君はね、あの非常にこうお客様のニーズを分かっているという、はいはいはい、絶妙なバランス感覚でございます。ああ、わかりました。期待値がね、はい、ケイタ君のこちらでございます。はい、伝えるのはね、やっぱりホールインワンが一番いいんじゃないかな。すごい。でもパー5のロングコースだったんですよね、確か。あ、すごいですね。すごいな。飛びすぎだな。あと、岡館じゃなかった気がするけどな。岡崎カントリークラブで。で、やったんですけど。知らないゴルフ場まで飛んだんじゃないですかね。あー、じゃあもっとすごいね。いや、すごいですね。だからボール見つかんなかったって話。話です。
そういう話もあったりとか。そういう話もね。もうちょっとリアリティあるやつにならんかな。ああ、確かになんか説得力みたいなものが今欠けてるかなって僕はね、はい、店長目線であったので、その辺は僕はちょっと補ってあります。はい、それでいきますね。はい、僕の作った作品こちらでございます。あ、こういうの、こういうの左側だ、見やすいな。あ、それがあったか。おうおうおお。いや、すごそう、これは。えぐすぎ。そういうことですか。あれ、まただ。すごい。またオールインワンしてる。はい、という感じですかね。すごい。はい、いいですね。うん、でもやっぱホールインワンの軌道だったから、うん、おー、でもすごい編集技術ですね。でもそのマップって合ってます？はい、これはゴルフコースマップって検索します。ですよね。右曲がりでその山を越えていくところがすごいなっていうのは、ね、これ左曲がりのコースで右に打ってることになっちゃいますからね。まあ、以上3つで揃いましたけど、はい、いかがでしょうか。そうですね、すごさは明らかに増されてて、うん、伝わりやすくなってて、うん、そうですね、全部、はい、気に入ったのもありますね、正直。おー、はい、ありがとうございます。一度がいくらでしたっけ。ヤード数によるかなという感じなので。あ、そうなんだ、はい、距離が伸びれば伸びるほどやはり編集もね、大変になってくるので、はいはいはい、誰を選ぶかで変わってくるかなと思います。あー、なるほどね。発表させてもらっていいですか。はい、私が買い取りたいのは親父さんです。あ、ありがとうございます。さすがだ。今月成績どんだけ伸ばすんですか。やっぱすごいんですね。ありがたいことにね、まあ、今回ですね、はい、416ヤードということで、はい、41万6千円です。416円じゃなくて、前回は結構高かったでしょう、うん、そうでしたっけ。よろしくお願いします。分割もできますので、ありがとうございました。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 かっけー。そろそろ、次のお客様がいらっしゃる。あ、本当ですか。そうですかね。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。あ、どうぞ。おかけください。はい、失礼します。はい、お客様。あ、鈴木様ですよね。鈴木さんも、はい、前回来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ごいつも、ね、嬉しいですね。本当大変横柄な方で、はい、非常に嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、今回動画サービスも始めました。ああ、ね、嬉しいね。早速依頼いただいた動画の確認からまずさせていただこうかなと思います。依頼内容が、友達の動きは面白いのですが、壮大さが足りないので何とかしてほしいです。まあそうね、ざっくりとだけども、はい、鈴木様のご依頼こちらですね。シュールさんも面白いんですけどね、ちょっと物足りないかなっていう感じはありますね。うん、3人でそれぞれ手掛けてきましたので、ね、うん、はい、一番気に入った作品をね、お買い上げいただくという感じで、うん、はい、こういうなんかスポーツブランドありますよね。女の人と男の人が背向けてるかな、はい、みたいな、これありますね。ケイパー、ケイパー。では、私の方からよろしいでしょうか。うん、はい、前回私ちょっと、ね、やりすぎてしまって、鈴木さんにね、お伺いでしたので、なんかすごかった気がするね、確かね。はい、週刊誌の記事が出ちゃって、ね、動画にしたら半幕になってましたんで、うん、そう、じゃあ見ましょうか。はい、週刊誌になると今度は撮るんだね。そういうことだよね、今のところ。ということなんですね。そういう刺激なんですかね。こちらでございます。しっとりとした。え、塩を振った程度の味付けというか、うん、素材が生きてますね。塩だけですよね。はい、どうですか今のところ。まあまあまあ、めちゃくちゃ反省しすぎた感あるよね。だいぶ薄味、うん、ちょっと俺が彼の才能潰しちゃった、ね。いや、とんでもございませんもん。じゃあ続いて私。はい、はい、僕悩みました。あ、そうだ、はい、頭抱えちゃうぐらいになりました。難しかったですね。これが一番難しかったですね。一番難しかったですね。途中にアップになるところとかね。あ、そうです、ね、ちゃんと懐いちゃったんでね。なんでアップにするんだっつって。ピッとやりました。あ、ピッ、いろいろピッピッって変わっちゃったの。いや、大丈夫大丈夫。いや、もう見よう見ようよ、もう。もう普通ですよ、うん、あんまりね。
ちょっと待って、ちょっと待って。え？ちょっと待って。皆さん、ネタバレすんのやめてほしいな。ね。それでは私の映像、こちらです。はい。え？いや、すごいな。何が？これまずいですね。以上でございます。え、何ですか？壮大じゃないですか？いや、変わってなかったっすよ、でも。大枠的に取られた場合。あ素材入っただけですよって。映画とかでもありますね。そう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 。逆に気になるみたいなところがね、ありますから。まあ、それ狙っただけです。すっごいなんか3人で団結して見ていくのやめてもらっていいですか？これに関しては僕もギリギリ椅子の配置こっちにしそうになってちょっとびっくりしますけども。店長じゃあ。はい、じゃあ私の。音楽が大事なのかなと思うんですけども、うん、まあ、映像の方もね、結構こだわった方がいいんじゃないかなと。いや、そうなんですよ。そこがちょっと今回は僕何できなくて。そう。作らせていただきました。はい。こちらでございます。え？なんですか？はい、という感じですね。なるほどね。すごい。さすが店長。店長すごい。すごいな。瞬間にね、あの宇宙戦争にしか見えない。すごいっすね。どう見てもだろうと。あのオーケストラのね、あの演奏使いがちだと思ったんですけど、まさかインベーターギアみたいになるとは。いや、もうだからあれですね、指揮者にしか見えなかったんですよ、ね。そうなんですよね。ああ、なるほどね。ということで以上3作品でございます。まず決めました。はいはい。店長のね。ありがとうございます。すごい成績ですね、今日。ユーモア溢れるというか、ありがとうございます。素晴らしかったですよ。結構割引はさせていただきたいなと思っているので、すいません。240兆で、はい、大丈夫です。240兆、はい。8歳が考えたら、国家予算4年分で、そうですね。わかりました。本当に250兆だったんです。あ、え、鈴木様超使いすぎですって。もうふっかけすぎた、ふっかけすぎですよ。そろそろでもあのいらっしゃる時間だと思いますので、はいはい、で上に我慢してちょっと待ちください。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、お座りください。はじめまして。柴田様。あ、柴田です。当店のご利用初めてということで。はい、ちょっと話には聞いてたんですけど、こんな感じなんですね。はい、今回どういったご連絡いただいてたんですか？友達さんがですね、そのスケートをしている映像なんですけれども、スピード感がないので、そちらあのスピード感があるようにしてほしいです。そうです。まあ、一緒に素材だけ確認してもいい、もらってもよろしいでしょうか。はい、間違いあっていけませんので。ファンです。あ、ここの写真館の、口コミとかで来ていただいたんですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一旦ね、映像の確認ですけど、こちらでございますかね。こちらご友人の方で。そうですね、さっきすれ違ったんですけど。あ、やっぱり鈴木さんのですね。鈴木さん、あ、来ました。あ、そうですね。次お会いになったら240兆で言っといてください。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。なんだろう、なんだ、それじゃあ。わー、でもこれお上手ですね。お上手なんですけどね。まあ確かにスピード感という、ね、視点ではあれですね。わー、でもこれお上手ですね。お上手なんですけどね。家庭動画かよっていうのがいますね。すね。しかも服緑色かよっていうので何かとですね。はい、難易度が高かったですね。アプリを使わずに、あ、でも鈴木さんがやってることがすごく素早く見えるような工夫をしてまいりました。はい、ちょっととんじまいましたけれども、ちょっととんじまいました伝える場面もあるのかなと思います。はい、はい、でこちら金沢城のね、作品でございます。どうぞ。狂っているね。いい意味で狂っている。ありがとうございます。なんで捨ててたんだろうっていうところもありますし、ま
早すぎると透けるんじゃないですかね。あ、残像みたいな。残像みたいな。はい、ありがとうございます。じゃあ次ね、塩田様が大変お気に入りの作品を制作したね、クイーンくん。じゃあ、私ですね。先ほど言ってたように、なんで盾なんだと、僕も思いました。でも、盾で作りました。あ、そのまま素材出すために。あー、盾がお気に入りなのかなっていうね。あ、なるほど。こちらです。まだ普通ですね。はいはいはい。いいですね。もう、まるでフィギュアスケートかのような音楽。テンプレのまま、エンドロールみたいな。なんかですね、まあテンプレで出したんですけども、まあこちら柴湯さん自分で変えてもらって大丈夫なので、タイトルの部分、はい、タイトル変えれるようにしてきましたのでね。早送りしてましたよね。早送りしてないですよ。早送りしてましたよね。早送り？よしよし。でも彼はね、この大味さというのがね、そうですね、持ち味。そうですね、やっぱりドリルの作品でもあったよりもグガッツのが好きなんで。ああ、またそうです、またドリルとにかく回転してしたいという思考がね、もう本当にいや、でもイズムを感じられてすごい良かったです。今すごいですね、偶然の位置がすごいですね。たまたま僕の思うね、スピード感というのはこれなんじゃないかなっていう、結構シンプルめではあるのかなっていう感じですね。僕の作品、こちらでございます。すごい。おお、すごい、すごい。どん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 変わってる。すごい。おお、なるほど。なるほど、すごい。はい、といった感じですかね。いや、非常にシンプル。すごい。スピード感ありましたね。ありましたね。下手に BGM 入ってるとなんか作られたもの感があるので、たまたまこうね、プライベートで動画撮ってたら、あーんってたまたまいた感じ。はい、仕上げさせていただきました。なるほど。ありがとうございました。はい、3作品で揃いましたけども。じゃあ決めました。はいはい。僕購入させていただきます。あ、ありがとうございます。店長さんと虫眼鏡さんの。あ、ありがとうございます。買わせていただきます。あれ、努力を感じられたかなって。もしよければ、クイタ君の作品に関して何かご意見がありましたら教えていただ、言っていただけますと。あ、これ努力を全く感じなかった。